てツーシームです。よろしくお願いします。お願いします。グッドモーニング。よろしくお願いします。深田、はい、あのさ、うん、俺道に迷ってる人がおったら、うん、道案内できるような優しい人間になりたい。ああ、それ大事ね、うん、確かにそれも自分からこう道を教えてあげた方がいいよ、うん、だから道案内する練習させてよ、うん、あ、練習しとこうか、うん、ほら俺道迷うから、okay. 俺道案内して、okay.あれ、この道、いやもうこの辺横っぽいし、あんま分からへんな。大丈夫ですか？え？大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。荷物持ちましょうか？あ、荷物は大丈夫です。あ、まだ若いんで、若いんで。荷物は大丈夫なんですけど。どうされました？え、あの、いいですか？ちょっとあの、はい、道迷ってしまって、あ、はいはい、これ東郵便局ってとこ行ったんですけど。あ、分かります、分かります。あ、来ますか？僕、地元なんで、この辺。あ、よかったです。あ、ちょっと、すみません、教えてもらっていいですか？あ、いいですよ。ごめんなさい、すみません。あの郵便局はね、はい、ここの大通りまっすぐ行きます。あ、ここまっすぐ行きます。まずここまっすぐ、はい。で、一つ目のコンビニがある、あの交差点。あ、コンビニありますね。あそこ右です。あそこ右に。右です。あ、はい、で、二つ目の交差点を左です。はい、あ、二つ目を左。はい。すると左手にラーメン屋さんがあります。ラーメン屋さんが見えてくるんですね。そこ、すんごい美味しいです。美味しいラーメン屋さんがあります。チャーシューも肉厚でね、スープも醤油のコクがすっごく深くて美味しい、ね。あ、まずここメインじゃないんで、そんな詳しく、詳しくいいですよ。ご飯美味しいんで、はい。その郵便局からね。ハンチャーハンセットとかおすすめ。あ、ハンチャーハンセットね。ぜひ行ってみてください。行ったら頼みますけど。はい、じゃあ僕はこれで。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。はい、まあ、郵便局わからなかったんで。美味しいラーメン屋さんの行き方じゃない。あ、そんなの聞いてないです。聞いてないです。どこ？ラーメン屋で止まっちゃってるんで。ラーメンじゃない。郵便局教えてもらっていいですか？最初からそう言ってよ。最初から言ってましたけどね。リプレイ検証します？郵便局ね。郵便局教えてください。郵便局でしたらこっちです。あ、全然、あ、こっちなんですね。ここの道まっすぐ行きます。あ、ここまっすぐ。はいはいはい。すると右手に図書館があります。あ、右手に図書館が見えてくる。そのすぐ向かいに JR の駅があります。はい、あ、立地大丈夫かな？そんなうるさい場所の前に図書館があります。大丈夫？駅の目の前でイチャついてる男女見えますか？わ、イチャついてますね。あれイチャついてる男女、ね、あんな公共の場で恥ずかしい、あんな激しくね、激しくね、胸も揉んで、胸揉んでる、恥ずかしい、あんなもんでダメですね、あんな、まあ、あれ僕の両親なんです、ね、おい、両親なの？両親？両親です。なんでそんな冷静に？すごいですね。めちゃめちゃ恥ずかしい。止めて止めて。今年49と53ですよ。いや、もうええ年やん。すごいですね。もうその年大体枯れ果てんねんって。今からな。あかんか。今からや。下の兄弟できちゃうから。いや、ちょっと待って。ちょ、おいおい。郵便局。あ、郵便局。郵便局、そんな聞いてないんです。最初からそう言ってよ。最初から言っててんって。郵便局ね。郵便局教えて。郵便局はこっち。こっち？全然ちゃうやん。ここまっすぐ行きます。あ、まっすぐ行くの？するとね、左手に昔ながらの八百屋さんがあります。あ、昔ながらの八百屋さん、あるね。これ郵便局までの道聞いてください。いや、お前郵便局知らんのかい。お前は。どうもありがとうございました。お疲れ様です。